り、サビ前はテンポよく切り替えた方が良さそうだな。じゃあここでそれぞれ違うカットに見えるようにワイプして切り抜いていって、よし、絵コンテの色できた。いい感じ。今回は局的に動きのある MV にしたかったから、エナが描いてくれたイメージのラフから絵コンテを切るやり方にしたけど、正解だったな。早速みんなに確認してもらいたいけど、真冬まだいるかな。真冬がお母さんにシンセ取り上げられちゃったから、編曲は一旦お休みにして歌詞作る方に専念してもらうことになったけど、最近落ちるの早いんだよね。テニランに行った日は最後まで僕たちといたから門限も破っちゃったみたいだし、やっぱりお母さんに悪いって思ってるのかな。ちょっと心配だけど、でも僕から変に聞くのもな。ケイいる？歌詞まとまったから一度送るね。うん、ありがとう。あ、今日はまだいるみたい。よかった。みんなお疲れ。絵コンテ完成したよ。アミヤ、お疲れ様。早いじゃん。どんな感じになったの？それは見てのお楽しみ。今送ったよ。これからもっとブラッシュアップするから、感想絶賛募集中です。はいはい、どれどれ。いいね、曲のイメージをアミヤらしく膨らませてるって感じた。ほんと？ありがとう。根詰めて作った甲斐あったよ。ま、今回はエナナンのビジュアルイメージのラフがすごく良かったから、そのおかげでできたってところもあるけど。ねえ、サビのところもっと雰囲気ガラッと変えない？え？その曲をアップするのは遅くなっちゃうんだけど、でもこの構成でいくなら私は絶対サビ前にもっと迫力が欲しいって思うわけ。迫力？ここは一枚絵をワイプしたり反転したりするイメージだったけど、でも確かにエナナンが言ってくれた感じにした方がケイたちが乗せた思いがもっと伝わりそうだな。ケイ、ユキ、そうしてもいいかな？うん、もちろん曲は早く出せた方がいいけど、でもエナナンたちの中にもっとよくできるイメージがあるならやってほしいな。うん、ありがとう、ケイ。それじゃあ早速ラフを。ってもう4時半？あ、本当だ。時間経つの早いな。そういえばユキがこの時間まで作業してるの久しぶりだね。あ、確かにね。今日は早く寝なくて大丈夫なの？うん、明日は予備校も休みだし、そこまで早起きしなくていいから。そうなんだ。でも無理はしないでね。うん、でも来週からはまた予備校で忙しくなると思うし、時間が取れる時にできる限りのことをやっておきたい。しばらくしたらまたもしもあるから。もし、ねえユキ、最近お母さんとはどうなの？お母さんはいつも通りだよ。私のことすごく心配してくれてる。もしの日の夜も体調不良で受けられなかったって言ったら、体が心配だから夜遅くまで勉強するのはしばらく控えた方がいいって言われた。あ、だから最近は早い時間に落ちてたんだね。うん、今日はお母さんが早く寝たから
この時間まで入れたけど、それ以外は特に何も。そう、まあユキが平気ならいいけど、でもまた何かあったら言いなさいよね。わかった、ありがとう。にしてもさ、この前はみんなで遊べて本当楽しかったよね。うん、曲のコンセプトも見つけられたし、いい気分転換になったな。だね。最初は誰かさんが青い顔で来たからどうなることかと思ったけど、楽しかったし、そのうちまたみんなで行ってもいいかもね。うん。じゃあ今度はユキがゆっくり時間取れる日に。ユキ、どうかした？今廊下で物音がした気がして、お母さんが起きてきたのかも。それってちょっとヤバいんじゃない？音楽やめさせたくてシンセまで取り上げたなら、今作業してるって知ったら。ちょっと見てくる。今見てきたけど誰もいない。だから気のせいだと思う。よかったけど、ユキ、もし心配ならここに来る時間は減らしてもらって大丈夫だよ。お母さんにバレたら大変なことになりそうだし、それに勉強もしなくちゃいけないと思うから、無理してほしくない。無理はしてない。それにここで作業してると一番落ち着くから。あ、真冬は奏でたちと曲を作ってるときは安心した顔をしてるから。真冬。わかった。でも本当に大変なときはちゃんと休んでね。うん。それじゃあまた明日。またね、ユキ。ねえ、ユキが自分からここにいると落ち着くなんて言ったの初めてじゃない？そうだね。ユキが大変な時にこんなこと言うのはあんまり良くないのかもしれないけど、少し嬉しかったな。うん、僕も嬉しいな。僕たち真冬にとって居心地のいい場所に慣れてるって思ってもいいのかもね。あ、そろそろ作業に戻らないとね。ねえアミヤ、さっきのサビのところ相談してもいい？あ、うん。あ、私は少し休憩しようと思うから一旦落ちるね。わかった、またね、ケイ。じゃあ始めよっか。了解。それじゃあ今話した感じで絵コンテよろしくね。うん、エナナンはサビ以外のところのイラスト描き始めててくれると嬉しいな。わかった。そういえばちょっと思ったんだけど。ん？何？この絵コンテ最初に作ったやつに似てない？お、エナナン気づいてくれたの？今回の曲、あの時の曲と方向性が同じだったからセルフオマージュ的な感じでやってみたんだ。でもこっそりやってたから気づかれると思わなかったな。ま、長い付き合いだからね。最近はアミヤが何を表現したいのかとかもなんとなくわかるようになってきたし。あ、長い付き合いか。
か。確かに、あの頃からの付き合いだもんね。あの頃は、こんなに長いこと誰かと一緒にいるなんて、想像つかなかったな。多分、僕も。ここで作業してると、一番落ち着くから。真冬と同じなんだろうな。アミヤ？どうしたの？あ、ううん。ただ、エナマンがちゃんと僕の動画見てくれてたんだなって思ってさ。は？何それ、いつもちゃんと見てるし。だからそれが嬉しいって話だよ。いつもありがとね、エナナ。はいはい、どういたしまして。それじゃあ早速作業入ろっか。うん。エナといろいろ話してるうちに寝落ちしちゃったのか。あー、体痛い。今何時だろう。スマホは、あれ、お母さんからメッセージ来てる。シーフードカレー、やったー。お母さんってば分かってる。お姉ちゃんから？すっごい大きな荷物だな。お姉ちゃん、何送ってくれたんだろう。うわ、すっごいたくさん服が入ってる。これ、お姉ちゃんが作ったやつだよね。うわぁ、こんな服まで作れるようになったんだ。さすが、海外で活躍してる若手デザイナーさんは違いますな。ん？なんか奥にちっちゃな箱も入ってる。なんだろう。わあ、綺麗なリボン。ん？メッセージカードもついてる。なになに？お姉ちゃんったら大げさだな。でもせっかくだからつけちゃおうっと。やっぱり僕は可愛いね。それにこのリボンも服もお姉ちゃんのセンスがぎゅっと詰まってる。お姉ちゃん楽しそうにやってるみたいでほんとよかったな。お菓子も入ってた。こっちもカラフルで可愛いな。あ、そういえば前にミクたちに飴あげたらすごく嬉しそうだったな。うん、このお菓子もミクたちにあげよっと。海外のお菓子なら珍しいからきっと喜んでくれるよね。そうと決まれば出発。さてさて、ミクたちはと。じゃあ行くわよ、ミク。うん。じゃんけんぽん。あっち向いてほい。はい。あ、こっち向いてほい。あ、あ、うっふふ。やっぱりミクは指を向けた方向に顔を振っちゃうのね。もう一回。もう、ルカってば相変わらず意地悪だな。おーい。あ、
みずき。あら、いらっしゃい。今日は一人？うん、ちょっと珍しいお菓子をもらったからみんなにお裾分けしようと思ってね。お菓子、リンとレンが喜びそう。ふふ、そうね。あら、みずき、そのリボンすごく素敵ね。新しく買ったの？あ、これはこのお菓子と一緒にお姉ちゃんからもらったんだよ。お姉ちゃん？うん、実は僕ちょっと年の離れたお姉ちゃんがいてさ、まだ駆け出しだけどファッションデザイナーやってるんだ。今は海外に住んでて仕事も結構大変みたいだけど、でも将来自分の店を持つために頑張ってるんだよ。そうだったんだ。海外で店を。志が高いのね。もう長くいるの？お姉ちゃんは僕がニーゴに入ったタイミングで海外に行ったから、まあそこそこいるかな。みずきがニーゴに入ったタイミング、そういえばこの前は奏たちにニーゴが結成した時の話を聞いたけれど、みずきとエマが入った時の話はまだ聞いていなかったわね。ああ、そういえばそうだね。なんかタイミングもなかったし。よければ聞かせてくれない？立ち向いてそういばかりしていてもミクがつまらないでしょうし。つまらなくないけど、水木たちの話は聞きたい。僕の話？別にそんなに面白い話じゃないと思うけど。そんな顔されちゃったら話すしかないね。どういう順番で話そう。中学3年くらいからがいいかな。その頃僕はいろいろあって悩んでたんだけど、そんな時に奏の曲を聴いて、それで MV を作りたいと思ったんだ。いろいろって？まあ本当にいろいろだね。あの時は本当に苦しかったな。始業式つまらないな。新しいクラスになるのも、新しい1年が入ってくるのも面倒だし。またか。ああ、先生に見つからなかったらサボれたのにな。終わったら屋上でぼーっとしよう。レイもきっと退屈してるだろうし。そっか、レイもう卒業したんだ。ここは静かでいいな。静かでいいはずなのに。やあ、水木。今、とても素晴らしい演出を考えついてね。ちょっと聞いていかないかい？うるさいのも悪くなかったのかもな。
ルイがここに来る前はこれが普通だったんだ。なら別に、なんてことないよね。元に戻っただけなんだから。はあ、今日もだるかったな、学校。また一年やってかなくちゃいけないんだな。ってぼやいても仕方ないんだけどね。あ、そういえば今日はミラマジがある日だ。リアタイで見なくっちゃ。もうすぐ最終回だけど、終わってほしくないんだよな。夕方の子供向けアニメにしては妙に設定凝ってるし、キャラも可愛いし、実況すれも面白くて、それになんてったって主人公の敵でありライバルのミヤがすっごく可愛いし。ラストどうなるんだろう、楽しみだな。あ、そうだ、そういえば最終回盛り上げるために公式がいろいろキャンペーン打ってるって言ってたな。あったあった、ミラマジを応援しようキャンペーン。へえ、素材使って応援動画とかも作っていいんだ。じゃあ僕も作ってみようかな。 PC 立ち上げてっと、この前買ったエフェクトのプラグインも試してみよっと。暇つぶしになんとなく始めたけど、動画作りを始めたのは正解だったかもな。音楽選んで、素材集めて、編集して、エフェクトつけて、僕の好きなものいっぱい詰め込めるし、それに作業中は余計なことも考えなくて済むしね。中学に入るまでは服とかアクセも作ってたけど。さて、どんなのにしようかな。これまでの激アツシーンをまとめてもいいし、ミヤの名シーンを集めてもいいし。ん？ああ、大丈夫だよ。お姉ちゃん、ミヤマジじゃなくてミラマジね。ミラマジ、ミラクルマジックガールララ、魔法少女ララが戦う激アツアニメです。で、ミヤは主人公の敵でライバルの女の子。間違えないように。まあ確かに紛らわしいけど、っていうかお姉ちゃん、何か用があってきたんじゃないの？え、本当？見てもいい？へえ、こんなのも作ってたんだ。お姉ちゃん、ほんと服作るのうまいよね。でも、フランスの学校では天才だって言われたんでしょ？姉ちゃん、すごく頑張ってたもんね。ちゃんと分かってもらえて僕も嬉しいよ。向こうに行っても頑張ってね、お姉ちゃん。え？ああ、まあ学校とかいろいろ面倒だなって思う時もあるけど、好きなアニメもあるし、動画作りも楽しいし、まあまあ充実してるよ。うん、そうだね。ありがとうお姉ちゃん。でも心配しなくて大丈夫だよ。僕は僕なりにちゃんと今を楽しんでるからさ。
え、ほんと？食べる食べる。お姉ちゃん、行こう。臭いな。ん？あれって同じクラスの。そろそろ4限目終わる時間かな。あ、まだあと30分もある。はあ、長いな。早く家帰って動画作りたいよ。動画の素材になりそうなシーンはと。あー、やっぱこの話いいな。ミアを好きになったのもこの回だったんだよね。ずっと敵だったミアが、主人公のララがやられそうな時、どうしても見捨てられなくって助けてさ。親玉に妹を人質に取られてるから、どうしてもララを倒さなきゃいけないのに、そうできないところにグッときちゃったな。苦しくても頑張ってる姿を応援してるうちに宮推しになったんだっけ。それで SNS で宮の情報を集め始めて、アカウント名も宮から取ってアミヤにしたんだよね。今思うとちょっと恥ずかしいけど。来週で最終回か。どんなラストになるか楽しみだけど、ちょっと寂しいな。ついに先生にちゃんと出席しろって怒られちゃったな。授業を受けてなくてもテストの点取れてるんだから、ちょっとくらいサボってもいいじゃんって感じだけど。ま、多分勉強できるだけじゃダメなんだよね、学校って。ちゃんとみんなとうまくやる方法を分かるようにならなくちゃいけないんだろうな。はあ、早く動画作りたいな。今日はシーンのつなぎにグリッチ入れてみよっかな。一期のミアとララのラストバトルに入れたらすっごくかっこよくなりそうだし、学校早く終わらないかな。よし、できた。最終回までに間に合ってよかった。アップもこれで完了っと。みんな楽しんでくれるといいな。最終回まであと30分か。そういえば今日は実況スレ見るのどうしようかな。最終回は没頭してみたい気もするし。あ、お菓子も用意しよっと。よし、見るぞ。どんなラストになるのかな。魔王をどうやって倒すのか全然わかんないんだよね。せっかく集めたミラクルオーブも壊されちゃったし。あ、ここに来てもう一段階変身して共闘するとか？だったらいいな。ミアの新衣装見たいし。始まった。うんうん、やっぱこのままじゃ勝てないよね。
みんなできることはもうやったし。本当、演出と音楽が憎いな。もうダメだって感じ出すのすごくうまいし。あ、頑張れミア。あ、それも今日で終わっちゃうんだよね。いい最終回だったな。まさかあんな展開になるなんてな。ミアもすっごい活躍してくれたし、よかったよかった。さーてと、次は何見よっかな。ミラマジの枠は別のアニメになるみたいだけど、微妙に趣味じゃないし。夏アニメで検索っと。お、新しいのいっぱい始まるな。あ、これキャラデザすごくかわいい。でも話は微妙そうかな。やっぱ僕にはミラマジが一番しっくりくるけど。でももう終わっちゃったんだよね。ってちょっとへこみすぎだな僕。あ、そうだ、お姉ちゃんが最終回の感想を教えてって言ってたし、話に行こっと。お姉ちゃん。あれ、お母さん、お姉ちゃんは？あ、買い物か。海外で使う用の変圧器とかいるって言ってたもんね。うん、わかった。なんだろう、なんか今更実感するな。お姉ちゃんももうちょっとしたらいなくなっちゃうんだよね。時差もあるから、前みたいにだらだら話すこともできなくなっちゃうし、楽しかったこと話すのも、嫌だなって思ったこと話すのも。でも、うん、大丈夫だよね。ミラマジが終わっても、お姉ちゃんが遠くに行っちゃっても、自分で楽しいこと見つけていけば、見つけて行けば、見つけられるのかな。これから先ずっとアニメ見るのも、動画作るのも、ゲームするのも、漫画読むのも、全部全部楽しいって思ってたけど、楽しめてるって思ってたけど、それもなんだかよくわかんなくなってきちゃった。なんか、なんだろうな。別にもういいかな。ごめん。ありがとう。お母さん、ああ言ってるけど心配だろうな。あれ、お母さん。あ、うん、散らかってるけど。そうかもね。へえ、懐かしいね。そうかな。ありがとう。
ごめん。まだお腹空いてなくて。うん。ありがとう。僕、すごく心配かけちゃってるの。安心させたいし、学校も行かなくちゃいけないけど。もう、疲れちゃったな。ニラマジ最終回の実況ログも、もうすぐ見終わっちゃう。そしたらもう、本当にやりたいこともないな。ああ、このまますーって消えちゃえたらいいのに。そしたら、楽なのにな。ん？なんだろう、この動画、サムネが真っ黒。概要欄見る限り、曲、なのかな。なんかちょっとホラーっぽいけど、でも、暇つぶしになるし、見てみよっかな。ん？は、なんだろう、この曲。不思議な曲だな。聞いてると、なんだか苦しい感じがするのに。でも、すごく優しく感じる。なんか、変な感覚だな。胸のあたりがギュッてして、でもそれがちょっと気持ちよくて、もう一回頭から聞いてみよう。あ、やっぱり苦しいけど優しい感じがする。なんだか僕自身のことを曲にされたみたいな。この曲作った人、他にも曲作ってるのかな？あ、アカウントあった。あ、曲、すごいたくさんある。しかも、どれもサムネ真っ黒だ。今時珍しいな。もうちょっと、聞いてみようかな。すごいな。どの曲も全然違った苦しさが描かれてて、その全部が聞くだけで伝わってくる。でも最後には絶対ちゃんと、ほんの少しだけ何かが、光みたいなものが見える。こんな曲作れる人がいるんだな。この曲誰が作ってるんだろう。アカウント名はK？ K って個人かな？それともグループ？ダメだ。K じゃ短すぎてほとんど検索に引っかからない。たまにちょこちょこ感想があるけど、それもKってすごいとか、どんな人だろうみたいな内容ばっかりだし。はぁ、ま、ちょっと気になっただけだしな。誰が作ったかなんて別に。あ、このピクシアの絵、もしかしてファンアート？ K の曲をイメージしてって添えてあるし、多分そうだよね。月の下で女の子が泣いてる。多分森で迷ってるのかな。どこに行けばいいかわからないって顔してて。なんだろう、この絵すごく最初に聴いた曲に合ってる。苦しくて優しい絵だ。もう一回あの曲聴いてみよう。
ぱり合うな、この絵。この曲作った人も真っ黒のサムネつけるくらいならこういう絵使ったらいいのに。僕だったらこの絵でどんな動画作るかな。イントロで絵の真ん中の月が浮かび上がる感じにして、あ、最初はカラー補正してレトロ感出すとか。少し手間かかるけどパーツ分ければアニメーションも作れそうだな。あとはちょっとエフェクトを乗っけてみようかな。ちょっとだけ。できた。いや、これすごく良くない？イントロからラストまで曲の雰囲気も絵の雰囲気も壊してないし、苦しいのに優しいっていうあの感じだってすっごくよく出せてるし、それにってダメじゃん、人の絵勝手に借りて作っちゃう。うわー、熱中してたとはいえうっかり無断使用しちゃうなんてな。そういう人本当にムカつくし嫌いなのに。アップしないで楽しんでる分には問題ないと思うけど、せっかく作ったんだしアップできたらいいな。ダメ元で絵を描いた人に連絡してみよう。あの絵を描いた人のアカウントはエナナンさんか。名前見てなかったけど絵の雰囲気と違って結構ポップな名前だな。DM 何から書こう。とりあえず自己紹介からかな。それが僕が初めて作った MV だったんだよね。そうだったんだ。水木が学校に行きたくなくなった時に出会ったのが奏たちの曲とエナの絵だったのね。水木はなんで学校行きたくなくなったの？まあその辺もいろいろあってさ、面倒だなってなっちゃったんだよね。そう。それでエナにメッセージを送ってどうなったの？送った後すぐに、あ、みんなこんなところにいたんだ。え？あ、エナ、いらっしゃい。エナがこんな時間に起きてるなんて珍しいね。どうしたの？今日は思ったよりすっきり起きれたから絵の続き描いてたんだよね。でも結構頑張ったせいで体バキバキだからちょっと休憩しようと思って。そうだったのね。ふふ、これが噂をすればなんとならね。噂？私の話してたの？うん、まあ正確にはエナの話っていうか僕たちがニーゴに入った頃の話だけどね。ちょうど今僕がエナの絵を勝手に借りて MV 作っちゃった時の話をしてたんだ。ああ、あの時の。 DM もらった時はびっくりしたな。急に事後報告ですみません、あなたの絵で MV 作りました、よければアップしたいんですが許可いただけないでしょうか、なんてメッセージが来たんだもん。その説はご迷惑を。エナがそのメッセージをもらってどう思ったの？え？そりゃすごくびっくりして、でも嬉しかったな。あの頃私絵のことで結構いっぱいいっぱいだったから。いっぱいいっぱい。エナも大変だったの？あー、まあちょっとね。あの時は割とメンタルギリギリだったっていうか。ねえ、その時のエナの話も聞かせてほしいな。エナはどんな風に奏の曲と出会ったの？お、
確かに僕も一緒にやる前のことはあんまり聞いたことなかったな。それはそうだけど、エナが嫌ならいい。ああ、別にそこまで深刻ってわけでもないから、はあ、まあいっか、今さら隠したってしょうがないしね。本当に大丈夫？うん、けどあんま楽しい話じゃないからそこは期待しないようにね。うん。話すならやっぱ高校に入る前あたりからかな。高校、確かエナは水木と同じ学校なのよね。うん、でも私は夜間なんだ。そこに入るまでにもいろいろあってさ、まあ簡単に言うと、私はどうしても入りたかった絵の学校に落ちちゃったんだよね。手がずっと震えてる。周りの人が全員自分より欠けるような気がして、はあ、大丈夫、落ち着いて。ここまでずっと描いてきたんだから。小さい頃からたくさん描いて、教室にだって前までずっとずっと通って。お前に画家になれるほどの才能はない。違う、そんなことない。私はちゃんと、私は、あ、まずい、集中しきれてなかった。試験課題の紙はこれだ。内容は、鉛筆デッサンのガラス瓶。やった、それなら得意な方。完璧に仕上げて絶対に見返してやる。ダメだ、バランスが取れてない。もう一回、もう一回描かなくちゃ。嘘でしょ、なんでこんなに描けないの。絵画教室に行ってた時はちゃんと描けてたのに。やっぱりダメだ、どうしよう。お前に画家になれるほどの才能はね。私がちゃんとできてるって思ってただけで、実は全然。嘘、嘘、嘘、なんでそんな時間経ってるの。全然進んでないのに。そんなの絶対おかしいでしょ。できないままよりこのまま仕上げて。でもこのままじゃもしかして。いや、そんなの絶対嫌。だって落ちちゃったら、お前に画家になれるほどの才能はない。うるさい、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 黙れ。夢？大丈夫だから、ほっといて。本当に大丈夫だから。お母さんに当たるなんて最悪。
どうしてこうなっちゃったんだろう。ただ私は絵を描いて画家になりたかっただけなのに、画家になら描かなくちゃ。描いて、あんたが言ったことは間違ってるって証明しなくちゃ。なんで、書けば書くほど分からなくなってくる。私は証明しなきゃいけないのに、間違ってるってあいつに認めさせなきゃいけないのに。なのにもうずっと受験の時から一枚も書けてない。ダメ、もう限界、頭が痛い。横になってそれから頑張ろう。ん？今の、もしかして、ピクシアの通知？昔アップした絵に、いいねがついたんじゃ。なんだ、おすすめの投稿の通知か。今まで描いた絵、ほとんどあげてるのに、いいね、全然つかないな。これまでは、ピクシアを見てる人が、漫画とかアニメ系のイラストばっかり見てて、絵のことわかってないからだって思ってた。でも、もしかして、本当に、ただ良くなかったの？私の絵は誰にも、いいねって思ってもらえないの？今度は人気の投稿の通知。ピクシェやアップデートしてから変なのばっかり通知してくるようになって。何これ、ただ女子高生が自撮りしてるだけなのに300いいねって。っていうか加工きつすぎ、涙袋膨らませすぎだし、これなら私の方が100倍可愛いでしょ。ほらやっぱり、あとは片目隠して加工すれば300いいねくらい簡単に稼げるんだから。ハッシュタグつけて投稿っと。くだらな、うるさいからマナーモードにして寝よう。やば、仮眠しようと思ったのに結構寝ちゃった。今何時だろう。スマホスマホ。え、な、何この通知、700いいね。ここまで反応あるなんて思ってなかったんだけど。あ、また通知来た。すご、これどこまで伸びるんだろう。って、そんなこと気にしてもしょうがないよね。たかが自撮りに。なんか、今なら、いい絵描けそうな気がしてきちゃった。朝ごはん食べたら早速描こうっと。ダメだ、変わらない。っていうか悪化してる？全然イメージが形にならないし、何描いても進めていくほどダメになって。ちょっと休憩しよう。あ、まだ通知来てる。なんか変な感じ。私のことこんなにたくさんの人が見てくれてるなんて。
いやいや、こんなんで見てもらえても意味ないでしょ。はい、休憩終わり。もう一回最初から書かなくっちゃ。なんで？何が悪いのか全然わかんない。うるさいな、もう。写真、別に一個。上半身の写真なら人体描くときの資料にもなるし、軽く色補正して、こんなんでいいかな。すごい数。私こんなに。画角はこっちがいいかも。光源は。絵の方は調子悪いし、もうちょっとだけならいいよね。あ、1週間前に撮ったやつ2000いいねいったんだ。やばくない？その辺のアイドルより多いでしょ、これ。もしかして私、相当すごいんじゃないの？気づいてなかっただけで、実はこういう才能が。才能か。私、何してるんだろう。私は、絵を、こんなの、こんな、こんな風にうまくいったって、いいねって言われたって。書かなきゃ。何でもいいから書かなきゃ。このまま書けなかったら、私は本当に。どうして、どうして書けないの？なんで書けないのよ。今何時だろう。何時でもいいか。このまま書けないなら、書けないなら、もう、椅子いなくなっちゃおうかな。誰もいない、誰も知らない場所に行って、それで、一人で消えられたら。バカだな、私。こんなので認められても意味ないって分かってるのに。なのに、いいねって言ってほしくて。なんだ、おすすめの投稿か。っていうか、曲の感想っぽい自分語りじゃん。こういうのよくあるよね。作品の感想を言って、あわよくば自分の感性とか解釈をいいねって思ってもらいたい、みたいな。みんな、自分のこと見てほしくてしょうがないんだろうな。だから、こんな風に自分語って、写真あげて、いいね稼いで、私を見てって叫んで、バカみたい。ん？あれ？再生ボタン押しちゃった？あ。
なんだろう、この曲。暗い感じの曲なのに、なんだか変な感じがする。投稿者は K？ 有名な人なのかな。あれ、なんで涙が。目が苦しい。これってそっか、苦しいんだ。この曲も辛くてしんどくて、もう消えちゃいたいって思うくらい悲しくて、なのにまだ消えないでって言ってるみたい。そうだよ、まだ消えたくないよ。書けなくったって書いてたいよ。書きたい、書いてたい。思ったように書けないし、何が書きたいかもわかんないけど、でも闇の中の光？なんだろう、イメージが湧いてくる。今はどこにも行けないけど、光を見てるみたいな。真っ暗な森の中で道がわからなくて、でも月だけは見えて、とっても綺麗で、なんだか夢中で叫び出したいような。わかんない、わかんないけど、今はこのイメージで書きたい。できた。ちゃんと書ききれた。よかよかった、ありがとう。けやば、真っ黒だ。後で鉛筆の粉落とさないと。でもその前に、はあ、アップしてみたけどやっぱりつかないな。いいね、はあ、厳しいな。おお、なんか気づいたら寝ちゃってたな。体バキバキだし、多分同じ姿勢でずっと描いてたからだろうな。絵を昨日みたいにまた描けるのかな。あ、通知。ダメだ、また見たら戻っちゃう。戻っちゃうって分かってるのに。ん？あれ？最後の通知、いいねじゃなくて、DM？私の絵を、あの曲の MV に使った？いてくれたんだ、私の絵をちゃんと見てくれる人が。そのメッセージが水木からだったのね。うん、あの時は嬉しかったな。あの時思ったの、まだ描けるって。うん。そっか。それで、水木が作った MV をアップしようって話したんだよね。せっかく作ったんだから。エナは、ケイに気づいてもらえたらいいなーって言ってたけどね。
ちょ、そういうのは言わなくていいから。ごめんごめん。それですぐにアップしてさ。それから1週間後だったかな、 K から DM が来たんだ。え、これって本物？とりあえず見てみよう。アミヤさんへ。はじめまして、Kと言います。突然ですが、先日アップされた動画を拝見しました。とても素晴らしい動画だと感じました。突然のお願いになってしまってすみませんが、もしよければ次の曲の MV を作っていただけないでしょうか。わずかばかりですが、お礼もさせていただこうと思います。よければお返事お待ちしています。 K より。 K が僕に MV の依頼を？本当に本人かもしれないけど。はじめまして、アミヤです。あの動画を気に入ってもらえてすごく嬉しいです。その上、次の曲の MV を頼んでもらえるなんてびっくりして信じられないくらいです。ただ、このアカウント、アイコンも初期アイコンだし、フォロワーもゼロだし、怪しいんだよね。失礼なんですけど、念のため確認させてください。あなたが本当に K さんだという証拠はありますか？結構こうやってただ同然で動画とか絵を作らせる人っているしね。あ、帰ってきた。返信ありがとうございます。証拠になるか分かりませんが、以前作った曲のデモをお送りします。おお、めちゃくちゃファイル来た。ウイルスかもって考えるのはさすがに警戒しすぎかな。開いてみよう。あ、これあの曲のラフだ。ってことはやっぱり。すごいな、デモの時点でもう K の曲だってわかる。さすがに僕を騙すためだけにここまでやるとは思えない。っていうことは、これは本物の。まさか K に MV をお願いされるなんてな。 K どんな人なんだろう。あんな暗くて辛くて、でも優しい曲、どんな人が作ってるんだろう。でもそういう興味本位で話を受けるのはちょっと気が引けるし、だけど疑ってしまってすみません。デモを送ってくださってありがとうございます。あ、できればもう少し話の詳細を聞かせてもらえませんか？わかりました。アミヤさん、ナイトコードのアカウントはお持ちですか？ナイトコード？昔オンラインゲームやってた時によく使ってたけど。はい、あります。よければそちらで通話しませんか？話が早いと思うので。 K と通話。わかりました。ありがとうございます。じゃあそちらで通話させてください。できれば今夜の25時だと嬉しいです。え、そんな遅く？共作している人にも同席してもらいたいと思っています。ただその人は夜遅くの時間じゃないと難しくて。あ、共作してたんだ。クレジットとかないからわからなかったけど。わかりました、その時間で大丈夫です。ありがとうございます。あ、それからエナナンさんにも連絡をしているので、もしかしたら同じタイミングで通話になるかもしれません。エナノンさんにも
ちゃんと声かけてくれたんだ。よかった。エナナンさん、Kの曲すごく好きだって言ってたから喜んでるだろうな。わかりました、大丈夫です。はい、それではまた25時ナイトコードで。はあ、時間だ。よし、入ろう。こんばんは、アミヤです。あ、こんばんは、Kです。今日は来てくれてありがとうございます。いえ、こちらこそ。びっくりしましたけど、すごく嬉しかったです。そっか、それならよかった。この人が Kです。声の感じとか話し方からすると若い女の子みたいだな。もしかしたら僕と同い年くらいかも。10代であんな曲作れるなんてすごいな。あ、エナナンさんとユキ、共作してるメンバーも来たみたいです。お邪魔します。こんばんは、遅くなってすみません。あ、あ、すみません。先に自己紹介させてもらいますね。私は、Kと一緒に曲を作っている、ユキって言います。一緒にと言っても、私は編曲だけで、ほとんどKが作ってるんですけど。お二人とも、よろしくお願いします。あ、はい。私はエーナなんです。その、よろしくお願いします。あ、エーナナンさん、 DM ではやり取りしてましたけど、直接話すのは初めてですね。え、はじめまして、アミヤです。よろしくお願いします。あ、アミヤさん来てたんですね。はい、この前は絵の許可をありがとうございました。はい、こうして話すのなんだか変な感じですね。あ、それで、その話を聞く前に Kさんに確認したいんですけど、あの、 Kさんは本当に私の絵でよかったんですか？え？その、Kさんたちに声をかけてもらってすごくすごく嬉しいんですけど、冷静に考えたら Kさんの曲にならもっと合ういい絵があるんじゃないかって。あ、この子、あんなにいい絵が描けるのに自信がないんだ。Kどう答えるのかな。下手に慰めみたいになっちゃうと嫌だろうし。いえ、すごくいい絵でした。少なくとも私はとてもいいと思いました。そうですね、私もKと同じ気持ちです。激流みたいな強い思いが感じられて、でも悲しそうで、すごく気持ちを込めて書いたんだろうなって感じました。ありがとうございます。私が二人の MV を見かけたのは一昨日の夜だったんですけど、私たちが曲で表現したいと思っていたことを丁寧に汲み取ってくれているなと感じて、その上すごく強い叫ぶような気持ちも伝わってきました。僕もあの絵を見た時
同じように感じた。まだやれる、まだ歩きたいって叫んでるみたいな、そういう気持ち。だからその気持ちがもっと伝わるようにって動画にして、それから少し僕の気持ちも乗せたんだ。なんだかすごいな、そこまで伝わるなんて。アミヤさんとエナナンさんの MV のおかげで私たちの曲の再生数も伸びて、コメントもたくさんもらえるようになりました。きっと今まで以上にたくさんの人たちに聞いてもらえているんだと思います。本当にありがとうございます。え、それは曲が良かったからで、その、でも役に立ててたなら良かったです。私は私たちの作る曲をもっと多くの人に聴いてもらいたいと思っています。エナナンさんとアミヤさんに MV を作ってもらえば、それが叶えられるんじゃないかと、そう思って声をかけさせてもらいました。もっと多くの人に、ですか？はい。それってプロになりたいってことなのかな。でも妙にピリッとした感じがするっていうか。それで次の曲のデモがこれです。まだ少し荒いんですけど、よければ聴いてください。え、これって未発表の曲ってことですよね。いいんですか？はい、この曲の MV を作ってもらいたいので。うん、どんな曲なんだろう。何この曲、今までのと全然違う。すごく激しくて怖くて、でもやっぱりちょっと優しい。他の曲もそうだったけど、 K の曲は絶対どこか優しいような気がする。まるで手を差し伸べてくれてるみたいに。すごっ。こっちからの要望は特にありません。アミヤさんとエナナンさんがこの曲を聴いて感じたことを率直に表現してもらえれば問題ないです。自由に作っていいってことですか？はい。たった一つ MV を作っただけの僕たちはどうしてそこまで信用できるんだろう。Kさんが何を考えてるかまだよくわからないな。でもアミヤさんはどうですか？まだ決めかねてるっていう話でしたけど。え、そうなんですか？あ、はい。まずは詳しい話を聞いてから決めようと思って。でも話とデモを聞いてやってみたいなって思いました。お、ありがとうございます。よかったですね。アミヤさん、よろしくお願いします。よろしくね、アミヤさん。はい、よろしくお願いします。うん、わからないことはたくさんある。でも今はやってみたいってそう思うんだ。それじゃあ始めましょうか。進め方はエナナンさんに絵を描いてもらって、それを僕が動画にするっていうやり方でいいですか？はい、大丈夫です。じゃあよろしくお願いします。あ、でもエナナンさんが絵を描いてる間、僕の手がちょっと空いちゃうから、よかったら
最初にラフを描いてもらえませんか？それを元にどういう動画にするか考えていこうかなって思うので。ラフスケッチってことですよね。わかりました。あ、でも悩んだら一緒に考えましょう。好きにやっていいって言われたら僕は結構悩んじゃいますし。ありがとうございます。でもちょっとだけイメージが湧いてるからラフならすぐ描けるかなって思います。本当ですか？よかった。じゃあできたら教えてください。それまで僕も曲を聴いていろいろ考えておこうと思います。わかりました。じゃあできたら連絡しますね。一旦ミュートして作業します。はあ、とりあえずどう進めるか決められてよかった。動画を作る時っていつも一人でやってたからな。なんか変な感じだ。よし、ラフができるまでは僕もイメージを膨らませていこう。はあ、やっぱりすごい曲だな。ケイたちの曲って苦しいとか辛いとかそういう絶望的な気持ちの解像度がすごく高い気がする。辛くて声も出ないって感じがするな。激しいのに静かで突き刺さるみたいな感じだ。これを動画にするなら僕は アミヤさん、ラフできました。え、もう？あ、ミュートを外さないと。早いですね。こんなにすぐできるなんて思いませんでした。いつもはもっと詰まるっていうか全然出ないんですけど、 K さんの曲のおかげかもしれないです。あ、今送りますね。どんな感じになったんだろう。前の絵がすごく良かったから期待しちゃうな。あ、女の子が叫んでる絵。そっか、こういう絵になったんだ。僕のイメージとは結構違うけど、でもいい絵だな。訴えかけるものがあるって感じだ。どうですか？もしかして気になるところとか？あ、いえ、すごくいい絵だなと思いました。本当ですか？よかった。じゃあ早速この絵のイメージで動画も考えていきますね。エナナンさんはこのまま詰めていってもらって大丈夫です。はい。うん、 A メロはここでワイプさせたらいい感じになりそうだな。あとは、なんだろう、 B メロとはあんまり合ってないような。どう見せればいいんだろう。エフェクト入れてみるとか、乗せてみたら雰囲気変わるかも。叫んでる女の子を上から黒く塗りつぶすエフェクトを入れて。ダメだな、ここだけ別の素材入れるっていうのも手だけど、そうするとサビともつながらなさそうだし。それらしくはなるんだけどな。前みたいに気持ちが乗らない。それこそ絵の許可をもらうのを忘れちゃうくらい没頭できたのに、これは何か違う気がする。エナナンさんに話して。でも本格的に描き始めてるだろうしな。それに、今までだってずっとそうだった。僕の思ってることや感じたことやしたいことは言っても。あの、アミヤさんいますか？え、あ、はい、います。どうかしましたか？その、
ラフのことなんですけど。え？だからそのさっきアミヤさんラフを見せた時に一瞬間があったじゃないですか。もしかしてあれって私の絵に納得してなかったからじゃないですか。え、小さい頃から描いてたからちょっとはわかるんです。なんか違うなっていう、そういう反応。さっきは気にしすぎかもって思ったんですけど、でもなんか多分そうなんじゃないかなって。それはその納得してないっていうか、僕は絵のことは全然わからないですし。別にわからなくてもいいんです。私はアミヤさんがこの絵をどう感じたか聞きたいんです。僕がどう感じたか。僕はっていうか、いいって思わないならそうだってはっきり言ってくれませんか。もちろん全然ダメって言われるのは死ぬほど嫌ですけど、でもダメなのにお世辞でいいって言われるのはもっと嫌なんです。あ、そんなに言うなら正直に言った方がいいのかな。この曲を聴いて感じたことを分かってくれるかどうかは分からないけど、本当にたまに僕の苦しさを分かってくれる人もいたから。これはただの僕の感想なんですけど、この子が叫んでることにちょっと違和感があったんです。なんでですか。その僕がこの曲で感じたのは、叫ぶことすらできない苦しみみたいな、そういうものだったから。叫ぶことすらできない苦しみ。だから僕はこの女の子は叫んでるより無理して笑ってるような子にした方がいいかなって思ってて。無理して笑って、なんかピンとこないな。あ、やっぱりそうだよね。すみません、今の話は忘れて。アミヤさんはなんでそう思ったんですか。え、だって苦しい時って痛いじゃないですか。痛くて痛くて、この痛みをどうにかしたいから必死で動いて、でもどうにもならないから叫ぶしかない。私はこの曲がこんなに激しいのはそういう理由だと思ったんです。あ、なるほど。その感じは確かにわかるかも。僕もそういう時があったな。傷つけられるたびに、どうして僕がこんな目に遭わなきゃならないんだって心の中でずっと叫んでた。エナナンさんもきっとそういう苦しみを抱えてるんだな。でも痛くても叫べない時もあると思うんです。え？ずっとずっと痛いと、もう全部どうでもいいやって、そういう気持ちになることもあるなって。それで痛みを忘れるために楽しいことに逃げて、でも痛くて、そんなだから叫ぶ力なんて残ってない。あ、余計なことまで話しちゃったな。楽しいことに逃げて、でも痛い。あ、そのすみません、今のは完全に僕の主観だから。その感じもちょっとわかるかも。え？でもそれなら
この激しい曲調はどう解釈したの？私は叫び声だって思ったんだけど。これは心の中の嵐みたいだなって思ったんだ。本当は言いたいこともあるし、それこそ叫び出したいのに、誰もきっと分かってくれないって諦めちゃって、でもそれでも消せない、そんな自分の中の思いなのかなって。なるほど、そういう受け取り方もあるんだ。確かにそれもイメージつくな。でも最初に書いたのとは全然変わるし。分かってくれるんだ。そういえば僕もさっきエナナンさんの感じてることをぴったりとじゃないけど理解できた。でもなんでだろう、僕とエナナンさんの感じたことは違ったのに。そうか、僕たちはどっちが正しいわけでも間違ってるわけでもないんだ。僕とエナナンさんは今まで感じてきたものが違うから、ケイたちの曲の受け取り方も違う。でも多分エナナンさんも僕と同じようにすごく苦しい時があって、だから本質的にはすごく近いのかもしれない。それならお互いが感じたことをどう表現するか一緒に考えてみない？え？一緒に？はい。MV って曲に絵を一枚合わせるだけでも作れるし、歌詞をそれっぽく動かすだけでもできちゃうけど、僕たちが K の曲を聴いて感じたことはきっともっと複雑で、K の曲を聴いたから生まれた気持ちもあって、だからそのうまく言えないんだけど、僕たち二人がちゃんと考えてることを合わせないと MV がちぐはぐになっちゃう気がしたんだ。っていうかシンプルにそこも一緒に話し合って考えた方がいいものができるんじゃないかなって。いいものが、うん、そうだね。誘ってくれた K のためにもいい MV にしなくちゃね。うん。あ、なんかいつの間にかタメ口になっちゃってましたね。すみません。お、そういえば、でも、もうこのままでいいんじゃない？そうだね、このままでいっか。じゃあ、表現したいことはこれで大丈夫？静かな叫び、だね。うん、それならイメージできる。そうすると表情から全部変えていかなきゃな。これじゃ気持ちが強く出すぎてるし。うん、悪いけどもう一度ラフからお願いできる？オッケー。っていうか全然悪くないでしょ。いいもの作りたいって思って最初から作り直すのは別に悪いことじゃなくない？うん、そうだね。あ、ならラフを書いてもらう前に一つ決めておいた方がいいかもね。え？何を？この子の静かに叫ぶほどの苦しみをどういう形で表現していくかっていうこと。もちろんエナナンの絵一枚で表現してもらうのもいいけど、でも動画なら動かすこともできるから、少し物語仕立てにした MV にして表現することもできるし。そっか、確かにそうだね。さっき方向性を話してる時に思ったんだ。多分私とアミヤの感じてることは違うけど、でも何か大切なものを否定されるみたいな、
そういうところは同じなんじゃないかなって。だからそういうのをうまく表現できたらもっと良くなるんじゃないかなって思ったの。モチーフになるものとか。そうだ、この女の子に箱を持たせるのなんてどう？箱？うん、その箱が大切なものなの。それでその大切にしてる箱をね、誰かに取られたり踏みつぶされたり価値がないって言われたりしちゃうの。あ、なるほど。それで箱の中身は見る人に想像させるんだね。そうそう、そういうこと。そのアイディアすごくいいよ。大切なものを否定されたことがある人なら気持ちを重ねやすいし。あ、どうかした？あ、ちょっとしたアイディアなんだけど、その箱にリボンをかけてみるのはどうかな？リボン？うん、その箱がすごく大切なものだってことがわかるように。それにその方が可愛いでしょ。ってこれは僕の個人的な感想だけどね。リボン、リボンね。いいと思う。じゃあラフを描くけど、もしかしてこれ動きも一緒に考える必要あるのかな？そうだね、ラフを元に僕が絵コンテを切って、それから絵を本格的に描いてもらうのがいいかも。なるほど。じゃあちょっとやってみよっか。ありがとう。それじゃあラフお願いね。Kの曲の苦しさと優しさ、僕たちが MV として表現するなら。どうですか？まさかこんな風に形にしてくれるなんて思わなかったの。すごくいいと思いました。前のものも良かったですけど、それよりもっと。よかったです。やったね、アミヤ。うん、エナナのおかげだよ。何回も書いてくれてありがとう。お二人ともすごく仲良くなられたんですね。ああ、まあ作ってたらいつの間にか。そういえば調整入れたい場所とかってないですか？色調とかまだ変えられますけど。いえ大丈夫です。この MV からはお二人が曲を聴いて感じたことを全力で表現してくれたんだと、そう感じました。ありがとうございますね、ケ。うん、それで実はもう一つ話したいことがあるんです。ん？アミヤさん、エナナンさん、これからも私たちと一緒に作っていきませんか？え？一緒にってそれ、この4人で活動するってことですか？はい、今回の MV を見て確信しました。お二人は私たちの伝えたいことを感じ取って、その上で他の人には簡単に出せないような強い思いを乗せてくれるって。だからお願いします。二人の作ってくれたこの MV があれば
もっとたくさんの人に曲を聴いてもらえる。そうすれば誰かを救うことができるかもしれない。エナナンさんの絵もアミヤさんの動画も私たちの曲を広く聴いてもらうために必要なんです。必要？私の絵が。私やりたいです。絶対にいい絵を描きます。よかった。嬉しいです。これからよろしくお願いします、エナナンさん。うん。アミヤさんはどうかな。僕は少し考えさせてください。わかりました。決めたらいつでも連絡してください。それからそのん？何ですか？私たちの曲をたくさんの人に聴いてもらうためにっていう考えは変わっていないんですけど、ただ私はもう一度アミヤさんの作るものを見てみたいと思っています。アミヤさんの作るものはすごく苦しくて優しいから。だから待ってます。MV 作るの楽しかったな。それに私たちの曲をたくさんの人に聴いてもらうためにっていう考えは変わっていないんですけど、ただ私はもう一度アミヤさんの作るものを見てみたいと思っています。アミヤさんの作るものはすごく苦しくて優しいから。ああいうことさらっと言えちゃうのすごいよな。学校にも行ってないから時間は嫌ってほどある。ああやっていろんなことを話して何かを作るのもすごく面白かった。でも瑞希、きついんだよな。変なのって拒絶されるのも、一緒にいられたらいいなって思ったやつが離れるのも。あ、うん、入っていいよ。入りきらないって、出発は明日の朝なのにそんなんで大丈夫なの？あ、流しっぱなしにしちゃってた。ううん、これは違うやつ。ネットの人たちと一緒に作ったんだ。うん、いろいろあって作ってもらえないかってお願いされてさ、それで曲のデモもらって絵を描く子と一緒に作ってたんだ。誰かと一緒に動画作るのって初めてだったからいろいろ大変だったけど、でもいいものが作れてよかったな。楽しい。あ、そうだね、楽しかったよ。自分の考えてることとかいつも感じてることとか話して、それを分かってもらえて、いいものが作れてすごく居心地が良かったんだ。だけど本当にそこにいていいのかわからないんだ。なんでなのかわかんないんだけど。
僕の気持ちは リボン？でも僕は もしかしたらまたダメかもしれない。やっぱり全部どうでもよくなってもう消えた方がいいって思うようになるかもしれない。でもせめてどうにもならなくなるまではもがいてみよう。こんばんは。返事遅くなってすみません。アミヤさん、来てくれたんですね。よかったです。それで、もう決めたの？私はできれば、またやりたいなって思うんだけど。どうかな。いろいろ考えたけど、よろしくお願いします。そんなことがあったんだ。瑞希のお姉さんが背中を押してくれたっていうのは私も初めて聞いたかも。でもなんでそんなに入るかどうかで悩んでたの？まあその時は
僕もお年頃だったからさ。ふーん、まあいいけど。そういえばあの時は言い忘れちゃったんだけど、ありがとね。え？何が？最初、瑞希が私の絵を使ってくれなかったら今みたいにはなってなかったなって思って、だからありがとう。もう、絵なってば今更すぎでしょう。でも、どういたしまして。あれ、奏で、真冬、二人揃って来るなんて珍しいね。少し作業時間が取れたから。そしたら奏が次のデモに意見をくれないかって。うん、瑞希たちにもさっきメッセージを送ったよ。あ、本当だ、話し込んでて気づかなかったな。っていうか、もう次のできたの？奏は本当すごいスピードで作るよね。そうかな。それよりみんなは何してたの？昔話だよ。僕とエナがニーゴにどうやって入ったのかっていう話。うん、みんなのこと、もっと知れてよかった。そっか、懐かしいな。二人が入った時のことか。あの時誘うの、すごく緊張したな。え、そうだったの？なんかすっすごい落ち着いてるって思ってたけど。そうかな。できるだけ嘘のないようにと思って話してはいたけど。あ、だからああいう率直な感想だったんだね。なんか奏らしいな。そういえばそんな時もあったね。ちょっと、本当にちゃんと覚えてるわけ？多分。多分って何？多分って、っていうか、あんた最初の時いい絵って言ってたけど、もしかしてあれも全然思ってもなかったのに言ったんじゃ。エナ落ち着いて。みんな仲良く。エナ、どうどう。気づいたらこんな時間になっちゃった。本当に懐かしい話しちゃったな。いいことも悪いこともいろいろ思い出しちゃったけど、でも今僕は、ん？あ、お姉ちゃんだ。もしもし、お姉ちゃん、荷物ありがとう。新作すっすごく可愛かったよ。リボンもすぐにつけちゃった。お菓子もね、同じサークルの子たちにあげたんだ。みんな喜んでたよ、ありがとう。え、最近どうかって？楽しいよ、すごく。よし、今日も頑張るぞっと。ん？あ、ファイルだ。エナ、もう仕上げてきたんだ。早いな。あ、エナも僕にかぶせて最初の MV 意識して作ってる。すごくいいな、この感じ。エフェクトかけたらもっと良くなりそう。よし、それじゃあ今日も頑張りますか。奏たちの曲を僕たちの MV でたくさんの人に届けよう。みんなお疲れー。